演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら業務スーパーのトリュフピザを食べたいと思います。あー、こんがり焼けて美味しそうですね。これ冷凍ピザなんですけど、すでに焼いてあります。こういうところで省略が大事ですからね。ではどんな味わいなのかな。おっと、これ切れ目ないのか。じゃあもうどのこと、このままいただきます。いや、下手すりゃ世界で初めてかもしれないぞ、こん悪方のピザをこんな食べ方してる人って。しかもちょっと今後の反省材料だな。チーズはカリカリで美味しかったですが、肝心のトリュフの味がもう一つ分からなかったですね。チーズは香ばしいんですけど、あれ、トリュフどこなんだろう、ていうかトリュフの味ってどうなんだろうっていう部分がちょっと出てしまいました。でそこはちょっと残念でしたね。でも切らずに食べられる大きさだったので一球できたのは嬉しかったです。あ、もうちょっともう見せちゃってましたね、今気づきました。というわけでこちらの点数とさせていただきます。もうちょっとトリュフの味を初めて分かる方にも感じさせてほしかったですね。初めて食べる時にも感じさせてほしかったです。それでは風鈴や戦士を癒す戦場は、戦場に響く風鈴の音、いいですね。でも情緒を感じている余裕はなさそうですが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。